ナイルの海戦における軍艦タナント・デュプティク・トゥ・アールの死、アリスティード・オーベール・デュプティク・トゥ・アール、1760年8月31日から1798年8月2日は、フランス海軍士官、ナイルの海戦の英雄であり、そこで死んだ。1760年8月31日に、ソミュール近郊のブーメイの城で生まれた。幼年学校で学んだ後、 1778年にフランス海軍に入隊した。その年にベサン島の海戦に参加し、1780年にはセネガルの三類攻略に加わった。その後、アンティル諸島でイギリスのロトニーと対抗したドグ・シェン博の指揮の下、80門館クーローヌに勤務し、1782年のセインツの海戦に参加した。 1792年に海議に昇進すると、その年は十二門ブリック、リリジャンで、ジャン・フランソワ・ド・ラペルーズの創作に費やした。ポルトガルによって、ブラジルに収監されたが、1793年に解放された。その後、アメリカ合衆国で3年を過ごした。フランスに戻ると、再び海軍に呼び戻されて艦長に昇進し、1798年8月2日、 戦列艦と難を指揮してナイルの海戦で戦死した。海戦ではイギリス艦マジェスティックと戦い、相手にウェストコット艦長を含む50名の戦死者と143名の負傷者という損害を与えた。デュプティク・ワールは両足と片方の腕を失ったが、小麦の入った桶の中から死ぬまで命令を出し続けた。 彼の最後の命令として伝えられているのは、トナンの旗をその水マストに釘付けにし、決して船を渡すな、というものだった。しかし結局トナンはイギリスに捕獲された。ザライン・アポン、A ・ウィンド、ノエル・モスタート・ピコグラム、274トナンは、ベレロフォンと原則放火を交わしたが、ベレロフォンは、ついにトナンを降伏させることはできなかった。モスタート、 ピコグラム269九アズウェルアズビリー・ラフィアン、デビッドコーディングリーピコグラム149。ありがとうございます。